こんな質問来ないかな。トカゲは泳ぐことできますか？結論、カニやアシカのクソを食べるよ。基本的にトカゲは水が苦手で、泳ぐことはできても潜ることはできないのだ。これは呼吸の仕方が肺呼吸であるため、単純に息が続かないのと、足に水かきがついていないため溺れるよ。しかし特に足が速いわけでもないウォーターアノールは天敵に襲われそうになると、ダイバーと似たような原理で水中で16分間も潜水して身を隠せるのだ。ウォーターアノールの皮膚は撥水性になっているため、水に入ると全身の薄い空気の層に覆われる。そして肺の空気を鼻から出して、頭部付近にちょうちんのような泡を作り、そこから再び空気を吸うことができるのだ。さらにガラパゴス諸島にいるゴジラのような見た目のウミイグアナは、長い時で30分、深さ10円ほどまで海中をくぐることができる唯一のトカゲ。海の中の岩に付着した海藻、カニやアシカのクソを潜水しながらむしゃむしゃ食べることができるのだ。膨らんでいる泡をつぶしてみたいな。魚マスター。